僕たち急行 A 列車で移行は2012年3月24日に全国東映系劇場にて公開された日本映画作品。鉄道ファンである若者たちの友情と恋を描いたコメディ映画である。監督、脚本は森田義光によるオリジナル作品。この作品は森田が30年以上前に温めてきた構想に基づき、 森からの鉄道趣味とリンクして企画が起こされた。主演は松山健一、瑛太という若手演技派が挑み、共演に漢字足志堀、村川恵里、ピエール滝、笹野隆西岡徳馬、イブマサト星野智子、伊藤ゆかり、松坂恵子といった実力派が脇を固めている。この作品は2011年12月20日に急性感不全で死去した森田にとって、 遺作となった。スタッフロールの最後には、ありがとう森田義光と森田への展示が掲げられている。全国204スクリーンで公開され、2012年3月24、25日の初日2日間で、公収録76万200円、動員 48, 4万8334人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第9位となった。望み辞書の会社員、 小町 K と小玉鉄工所で働く小玉健太は互いに鉄道が好きという共通の趣味を持つ友人同士。ふとしたきっかけで出会った二人は早速意気統合し、鉄道趣味に花を咲かせる。しかし、趣味も仕事も順調な二人だが、恋愛となるとどうもうまくいかないという同じ悩みを抱えていた。K は列車内で車窓を眺めながら音楽を聴くのが趣味で、 彼女とのデートでも列車を選択しようとするが、その趣味が仇となって簡単に振られてしまう。また、ケンタは真面目な性格ながらも、無類の鉄道好きだが、父で鉄工所の社長、鉄尾のキャバレーが酔いに誘われ、そこでホステスを紹介するも派手な女性に滅法弱く、すぐに幻滅してしまう。ある日、ケイはそれまで住んでいたマンションを追い出され、ケンタの紹介で、 小玉鉄工所の寮に入りながらトレインビューができる物件を探していたが、そんな、K のもとに九州支社への転勤事例が下る。転勤先の九州では、望み辞書がなかなか取得できない物件がいくつかあった。青春18切符で K のいる福岡に来た健太は、K と二人で九州のとあるローカル線を旅する。そこで派手な二人の女性を引き連れた鉄道ファンの、 男性と出会い、これまた意気投合する。望み辞書がなかなかくどけない、九州の大手食品企業、ソニックフーズの新工場誘致に向け、望み辞書の社長、北斗みのりが福岡に出向き、ソニックフーズの社長、筑後正也と交渉する。その席に、K も同席するが、出会った瞬間、いきなり、K と筑後は意気投合する。実は、小町 K と小玉健太が、 ローカル線の列車で出会った男性の正体は、築後だったのだ。ケとト後との出会いにより、事態は一気に好転するが、撮影は2010年9月10日、博多、中洲の出会い橋から始まり、最初は、九州でのロケを先に行った。九州での主なロケ地は、久志大本線の文後森駅、築飛線の小間泣駅、福岡市地下鉄空港線。 農型市の記者クラブ、福岡空港、JR 博多駅など、九州でのロケは9月23日まで続き、9月26日からは、スタジオ撮影も含めた、関東エリアでの撮影を行い、10月18日に、クランクアップした。関東での、主なロケ地は渡らせ、渓谷鉄道の列車車内、北千住駅、小久駅、西日暮里駅、京急の京急蒲田駅、 神奈川新町駅、六号土手駅、鶴見線の海芝浦駅、富士急行大学線の列車車内、富士山駅の周辺である。本編に登場する列車の車両数は20路線、車両80形式にも及び、本編に登場しなくても、登場人物や会社等の名称やセリフの中にも、特急、急行、快速の列車名などが入っており、そこも数えると、数が増す。 ロケでの撮影も各鉄道会社の協力により通常では撮影許可のおりない区域や実際に走る列車の車内でしかも通常の運行ダイヤを一切乱すことなく準備から撮影、撤収に至るまでよどみなくいった特に小間岳駅でのロケでは発着する列車の本数もわずか数本しかなく NG となった場合は次の列車まで数時間待たなくてはならず 太陽の光が変わってしまう。しかし、撮影スタッフは、この荒行をワンテイクで撮影することができた。登場する人物や、会社の名前には、特急列車、急行列車、快速列車の愛称名が入っている。ありがとうございます。